動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回はシャブ用南用の店さんにやってきました。そこで入店しましてメニューを見ていきます。今回は5月16日から7月中旬まで期間限定で牛タン食べ放題コース始まりましたので来ました。そして同時にレモンハーブだしも始まっております。そして新だし花も塩のネギ塩だしも発売しております。でこちらとろーりプリン、いつも作るのが難しいやつで、コースはこのように7種類もあります。国産牛コースって未だに食べに行ったことないんで、いつか食べに行ってみたいなって思ってます。で全コース共通で野菜やタレ、うどん、中華麺など食べ放題で、夜は握り寿司も食べ放題がついております。でそれぞれのメニュー何が食べ放題なのか早見表がこのようにあるので、困ったらこちらを見てこれは絶対食べたいっていうのを決めてコースを選んでほしいです。で白だしプラス1種類このだしの中から選べます。でプラス440円で4種類のだし選べたりします。で今回はこちら牛タン食べ放題コース2999円ランチコースの値段ですね。こちら注文します。綺麗に食べるといいことがあって、あとスカイラークポイントが始まりましたと店員さんが言ってたので宣伝しておきます。はい。で牛タン食べ放題コースと、あと牛タン国産牛食べ放題コースを注文するとレモンハーブだしが無料になります。うれぴー。はい。で注文はこのようにタッチパネルでピッピとしまして注文完了です。それではシャビオさんの食べ放題のメニューを見ていきます。まずはこちら野菜から始まります。野菜の種類はかなり豊富で、僕の好きなキクラゲがおります。でシャブ用といえばカレー、この特製カレーもご飯も食べ放題、福神漬けもあります。でタレと薬味も種類がすっごい豊富なんで、無限にアレンジできるかなと思います。でも僕はちょっとシンプルに食べるのが好きなんで、アレンジはしたことがほとんどないです、すみません。で締めのデザートもこのようにありますので、最後甘いので締めたいという方もしっかり甘く締められます。でソフトクリームも巻けます。でシャブヨといえばワッフル、こちらのワッフルも楽しめます。で今日こそはうまく作りたいプリン頑張って作ります。でドリンクバーは別料金で注文することができます。フローズンもあって、ドリンクバーからのにゃんこさん寝ております。それではレモンハーブだしと白だし、こちらの2種類に今回はしております。レモンがドーンと入っています。で野菜もりもりにしてみました。でこちらはサラダバージョンの野菜、玉ねぎも食べれる、で玉ねぎのドレッシングにしております。で刻み玉ねぎの香味だれとポン酢のタレにしました。お肉こちらイベリコ豚から始まりまして、牛ミスジも美味しそう。でこちらが今日すごい食べたかった牛タン、すごい綺麗美味しそうってことでいただきます。でも牛タンをちょっとも食べたい欲を抑えて、今日も野菜からいただいてしっかりベジファーストしております。本当シャブヨさんはもう野菜ももりもりいっぱい食べられて最高ですということで完食です。で次来ました、牛タン本日の主役、ちょっと落としてしまいました。でレモンだしに沈めまして、まずはこちら白だし1枚落ちてしまったこちらからいただきます。もうすでに美味しそう、食べたらもちろんうまいってなりました。で次はレモンハーブだしバージョン、こちらでもいただきます。かなりの枚数を重ねて食べたらもう最高です。コリュッとした食感もありつつ滑らかな舌触りでとても美味しい。でこの白いのが油ですかね、この油がこう乗っておるので、この食べる噛んでいくごとにすぐ旨味がどんどん出てくるといった感じです。でこちらも白だしバージョンで重ね食いでネギを乗せてみました。であっさりポン酢だとこのより牛タンの味を堪能できて、個人的にはこちらもすごいいいなと思いました。
で、小ネギとタン、この小ネギも野菜のコーナーにあるんで、こちらも一緒に食べるとネギのシャキッと感とピリッと感で味が締まって、これまたうまい。で、レモンだしも結構酸味があって爽やかな味わいで、牛タンにぴったり、ちょっと焼肉っぽい味わいになります。で、イベリコ豚もうこの油の乗り具合すっごい綺麗、一瞬なんかパッと見生ハムかなっていうぐらいのなんかすごい美しい見た目でも美味しい見た目なんですけども、こちらも一皿分一気に豪快にいただきました。もうすごいしっとり、もう油が上質でめちゃめちゃ甘くてもめちゃめちゃ美味しいです。レモンの酸味とも抜群に合うといったイベリコ豚さんです。もう白だしにポン酢バージョンでももちろんすごい美味しいです。もうイベリコ豚自体が本当に猛烈に美味しいので、もう最高でした。超おすすめです。で、牛ミスジ、こちらもすごい赤みが綺麗です。真っ赤か赤と黄色、こちらも完成しました。で、レモンハーブだしはもうこの今3種類お肉食べたんですけども、どのお肉と食べても相性抜群で美味しいです。このミスジもすごい合いました。で、こちらも白だしに入れます。アクしっかり取りました。はい、脂身は少ないんですけども、あのしっとりとしていて、なんかブリッとした食感があって、なんかすごい美味しいです。もう赤身の旨味が濃厚で、牛ミスジもとても美味しかったです。で、レモンは煮込みすぎる前に回収した方がえぐみとか酸味が出すぎずにいいかなと個人的には思います。で、野菜もガンガン投入して、野菜もりもり鍋にしておきます。お肉追加するとこの猫型ロボットがやってきてくれます。で、完了ボタンを押したらこのように帰っていって定位置に帰ります。はい。で、牛タンまた3皿と小籠包で、豚バラで、またイベリコ豚で、またイベリコ豚で、豚バラといったラインナップです。で、一番安くで食べられる豚バラコースの豚バラとなっております。野菜の上に乗せます。で、小籠包もポンポン入れていきましょう。はい。で、野菜もいっぱい絡めて豚肉一緒にいただきます。で、前より値上がりしたとはいえ、未だにすごい安いお値段で注文できます。前が確か999円とかも、前が逆に安すぎたのではないかと思いますね。はい。で、本当にこの食べ放題、豚肉1399円でできて、で、野菜も食べ放題、本当も今日は野菜もなんか野菜不足だからいっぱい食べたいなって時にフラッと今日はしゃぶよ肉が出てきていいなって本当に思います。で、小籠包もできました。で、小籠包といえば、前僕動画でこちらですね、火鍋しゃぶしゃぶ天津食べ放題川越のお店ですね、新菓子店さんに行ってきたんですけども、せいろで蒸すのとはまた違って、煮込むと皮がもっちもちになって、すごいまた違った味わいになりました。ただまあ、どちらにせよ熱々なんで口の中のやけどに注意です。この前お味噌汁もティファールで沸かして速攻食べたら、口の上がもうデロンデロンになりました。アホです。で、2023年の牛タンしゃぶしゃぶ食べ放題は約1ヶ月半で150万皿以上の牛タンが注文されるという事態になっていたそうです。で、今年も高確率でも一時売り切れになるんではないかなと思うんで、気になる方は早めに行ってみてほしいです。で、この日はなんかしゃぶよの店員さんがなんと僕のチャンネルを見てくださってると教えてくれて、とても嬉しかったです。この動画は見ていただいてるでしょうか。で、さらに視聴者さんもいまして、声をかけてくださって、一緒に写真まで撮ってくれました、しゃぶよさんの前で。はい。これからもそういうのすごい嬉しいんで、これからも頑張って活動していくのでよろしくお願いいたします。はい。で、このプリンなんですけども、このようにうまく作るコツをコメントで教えていただいたんで、ちょっとその通りにやってると見せかけて、はい、食べます。で、さらにこのソフトクリームをよく混ぜて、残ったソフトクリーム食べまして、見てください、この初めてぐらいのこのプリン具合、ちゃんとプルプル滑らかプリンになりました。もうすっごい滑らかプリンで、とても美味しかったです。ちょっとこれ見てください、このプルプル具合、
しっかり固まったと思います。いつもなくうまくできないんで、本当うまくできました。ありがとうございます。でちょっとあの美味しすぎてまだ終わらんのかいって感じなんですけども、また牛タン3皿にイベリコ豚1皿頼みました。しゃぶをトップを争う人気のフェアっていうだけあって、本当相変わらず美味しかったです。で牛タンもすごいもちろん美味しいんですけども、牛みすじとイベリコ豚もとても美味しいです。でもうイベリコ豚見てもらったら分かるように、この人大好きです。はい。でカレー持ってきまして、今回は贅沢牛タンイベリコ豚カレーにしました。もうそのままでもすごい美味しい。カレーがもう美味しさ倍どころかもう15倍ぐらいになりました。でイベリコ豚もすごい相性が良くて、カレーとめちゃめちゃ美味しかったです。なんかもうとろけるお肉っていう具合でした。ってことでお鍋めっちゃ美味しかったです。で最後はやっぱりしゃぶようといえば、ワッフルを食べずには帰れない、食べずにはいられない、ちょっと何言ってるのか分かんないんですけども、ワッフル絶対食べて帰りたいということで2分半待ちましてワッフル完成です。このようにちょっとおしゃれに盛り付けてみました。今回はあのチョコじゃなくてメープル風シロップですかね、かけてみました。で本当去年も行ったんですけども、今年もあの本当牛タン美味しかったです。最高でした。もしまだしゃぶ用はもうよく行くけど牛タンしゃぶしゃぶしたことがないっていう方がいたら、一度はこう堪能してきてほしいです。なるべく早く売り切れる前に。ということで私食べ放題やデカ盛りなど皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていくので、牛タンが食べたくなった、イベリコ豚牛みそじも食べたくなったという方は高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ということで今回も最高でした。ごちそうさまでした。